ああ、かっこいい。ああ、かっこいい。改めまして、ごきげんよう。マナトです。ムーンライトシンドローム、続きをプレイします。お気づきでしょうか。このムーンライトの実況、2020年中秋の名月、その日に初投稿を させていただいております。月の満ち欠け、月というその存在、とてもミステリアスな、その光を投げかける満月、月だけれど、その下で踊る人間たちの狂気。ああ、本当に興味が尽きないこの物語。プレイをするたびにすごい興奮してしまうんですが、前回はその物語への入り口、プロローグをプレイしました。今回は無題。この各チャプターにですね、タイトルがついてるんですけど、そのタイトルの付け方がめちゃくちゃかっこよくって、例えばこの無題だったら、多分本当はノータイトルかな、ないっていう字、無駄の無とか無理の無とか、あの無、虚無の無、あちらを当てるうちに夢という音と字を当てて無題。こういうセンスがですね、随所に散りばめられていて、なんかそういうのもめちゃくちゃかっこいいなって思ってしまう私なのです。 はい はい、では無題やりますか。火山強行、最後の一日。夢を見た。姉さん、どうしてここにいる？リオの気持ちを聞きたい。あなたが私をどう思っているか。いつも逃げているでしょう。だからこうして私が聞かなければいけない。重い生活はもうゴリゴリなの。解放して、リオ。何を言ってる？違うだろ。それって言っちゃいけない。もういいのよ。もう忘れよう。狭い認識なんて、私たちの基準で生きる。犠牲はつきまとって、私が寮を守ってあげる。だからね。状況もわからぬままに進んでいく会話。守る。守ってもらう。姉さんは俺が守る。それぐらい俺だって。バカなこと言っちゃダメ。リョウが守れないから、私が守るのよ。わかるでしょ。わかる。わからない。寮が守れないから。わからない。待てよ。なんで俺に守れないって決めつける？できるよ、俺にだって。姉さん一人守ることなんて。何も分かってないわ、あなた。自分自身を過信することがどれだけ危険なことなの。あなたの目に入る情報の中に、人が暴走する醜さを感じることだってできる。私はね、寮にはそうなってほしくない。業にまみれた感情の無味性を理解してほしい。だからね、私が寮の未熟な部分を補ってあげる。ね。その程度の人間なのか、俺は。
姉さんがいないと何もできないのか。受け入れるのは恥ずかしいことじゃないわ。そうやって人を大人になってくる。大人って受け入れることがか。そんな無茶苦茶な話で人のサイズが決められていくのか。私の寮を守ること、あなたはそれを受け入れればいいだけ。それで人のサイズが決まるわけではないのよ。方向が決められていくの。あなたが進むべき方向というのは確固とした地図の上になりたって、その道を正しく進むのは容易な行為ではない。あなたをよりよく理解している人にしかその地図を解読することはできない。自分自身の理解は自分が一番だろう。他人に何がわかる。それが過信なの。亮は自分を何も理解していない。それが真実なの。そんなバカな。あなたを一番愛してる私があなたを理解している。亮は私から離れることはできない。それは亮が一番よく知ってるでしょう。束縛じゃないのか。亮が否定をすれば束縛になる。否定できる。束縛なのか、それとも違う。姉さんは何も分かってない。俺の気持ちを理解していない。本当にそう思うの？亮がずっと私を好きだったことも。違う。よくした目で私を見ていて。違う。夢に出ているでしょ。違う。今こうしてあなたが見ている映像は。違う。現実が壊れてしまうのが怖くて、だからこうして夢で話している。それでもまだ安らぐことができない。大丈夫、私はそれでもあなたを守ってるから。亮の心を解放するまで。というここまでが夢だったっていう。現実に話すとその関係性が壊れてしまうのが怖くて、夢の中で自問自答を含めて問いかけをお姉さんとしていた。火山恭子と火山涼は実の兄弟でありながら、まあ肉親に向けるもの以上の愛情をちょっと向け合っている節がありまして、で、まあ、それを現実に本人を前には話せないけど、こうして夢の中でその罪の意識だとかそういうのも含めていたシーンかなと私は解釈をしております。これが俺の本心か。ただの変態じゃねえか。これじゃこんなに弱い人間じゃない。部屋がかっこよすぎる。
情けないやつだな、君は。恭子の何も分かっていない。弱さを振りかざして己は生還するだけ。全ての負担は恭子にかかる。どんなにスタイルを決めても今の君はただのマネキンだよ。弱いこと言い訳にしてそれで満足なのか。弱者をどこにしまうかだろう。弱者は弱者でしかない。そこに美しさや儚さなんてない。ただ朽ち果てればいい。亮、君はもっと自分を知るべきじゃないのか。許されないことだよ、弱さなんて。いきなり現れてこのきついセリフ。遠場すみおですね。遠場すみお、あんた何しに来た。何を言ってる。唐突に言われたかないね。イカれてるよ。消えてくれ。その無神経さだよ。利己的なものの考え方しかできないだろう。だから恭子は君から離れられない。俺たちの関係に君の存在は必ず割って入る。わからないだろう。恭子も俺も次第に離れるんだよ。そういう形のないしがらみに邪悪な君の意志が俺たちの関係を破壊している。邪魔だったんだよ。君がいなければ俺たちの関係に問題はなかった。デリケートなんだよ、男と女は。君には少しだけ繊細さが足りなかったようだ。そうやって業によって虚勢を張って弱さを強さに転換している。それ以上の弱さはないだろう。待てよ、勝手に人を解釈するな。俺は俺で、あんたが決めた俺じゃない。恭子にだって迷惑はかけていない。特にあんたに対してなんて何も。人を上から見下してどこからそんな口が出てくる。恭子に見放されたからって俺に言うな。人の言葉に惑わされるほど弱くはない。押し付けはやめてくれ。自分のことなんて自分でもよくわからない。なのに、なんであんたにわかる。早く消えてくれ。人は誰しも詩人たれ。言霊を尊く思うよ。野人だな、君は。もっとチャーミングな男だと思っていたけど。残念だ。君が恭子を守ってやれ。俺にはふさわしい女がいる。それだけだよ。君の言うようにシンプルにある男と女が別れたに過ぎないのかもしれない。それだけさ。ただ俺は君に執着していこうと思う。精神において君のどこかに滞在するよ。特に意味はない。これは俺独特のメタファーだよ。深い意味はない。簡単なことなんだよ。くだらない。地下にでも潜るか。動ける。真っ黒このスタイル。そして喋るときにあの点点点が入るところがもうどんな人かって表してるような。しかし唐突に現れた遠場すみお、言葉の選び方がピカイチですね。すごい、あんな風に喋ってみたい。もっとチャーミングな男だと思っていたよみたいな。すごいセリフだ。どうやらこの亮、そして恭子にまつわる人物。でもいきなり来てあんな話をされたらねえって。このお住まいはあのバイクの修理工場で働いてるらしくて、多分
そこの一室なのかな。工場みたいですよね。地下というのはクラブルミか。何やってんだよ。別にあんたに会いに来たわけじゃないよ、ただのさん。こんな時間にか。随分と都合のいい散歩だな。勘違いしないで。あれぐらいの恋愛でときめくほど人に期待してないから。あんたとの関係は単なるケースよ。追いかけるまでの男じゃないよ、要は。そういう関係か、この二人。そうか、ならいいんだ。さっき。何？さっきな、スミオが来た。お前の兄貴狂ってるよ。妹さんか。どうかしちまったのか。妄想が大きくなってパラノイアっていうのか。あれが普通だよ。兄さんはああいう人なの。問題ないわ。だったら無理ない。京子とは時間の問題だったんだろう。それは違うでしょ。そう思ってるのは亮だけだよ。私は知ってるんだよ。あんた、私を誰の身代わりにしてた。なんだ、スミオの真似か。私を見てた？亮の視線は私を突き抜けてたよ。まるで切り裂かれてるようだった。誰もいない冷たい路地みたいに。亮と一緒にいても一人を感じてた。冷たい時間だったよ。だからって最初からあんたに期待はしていなかったけど、でも私はもっと温かいものだと思ってたよ。兄さんも一緒だと思う。京子の視界には兄さんはいない。いるの。言うな。言葉を選べよ。お前との関係は感覚の違いでこうなっただけだ。だから私を見ていた？答えられる？敏感に反応していたな。ごまかさないで。一緒だろ。もういいよ。本当に意識の底に隠してるんだ。私は自分では分かっているよ。あの時だって亮じゃなくて違う人のことを考えて。もうよせ。もう俺には関係のない話だ。最初からこうなるのはなんとなく予想できたよ、あの時に。あの時、青い日、空が大きく風が優しい清らかな時、みんな穏やかだった。はあ、あれか。無意味な時間に過ぎない。何もかもが透明で未来が輝いていたね。戻りたいよ、あの時に。それが本音だろ。強い女を装っても女の差がは隠しきれない。過去にしがみついて。かわいそうな男。断片的な言葉でしか人を理解できない。私が言ってるのはもっと不確定な時間のことを言ってるの。透明な時間は自然の現象みたいなもの。こっちが望んでも手に入らない、全てを無に返してくれる時間なのよ。逃避だろ。無用な時間は必要ない。何が真実で価値があるのか、それが重要なんだ。亮、あんたって結局何一つ答えることさえできない。逃避してるのはあんただよ。心を消費して結果何も残らないよ。勝手に言えばいい。そう、
無駄みたいね。少しはさ、情も残ってるからそう思ったけど、あんたは弱者だよ。弱さを武器にしている。多分わからないだろうけど、京子にとっては悲劇なのよ。それじゃあね。潜りに来たんじゃないのか。ドリップはもう辛いから。この火山兄弟とトーバー兄弟、面白い。お姉さんと相手のお兄さんが付き合ってて、その下の兄弟同士で付き合ってて、でもそのお互いに、トーバ兄弟はその火山兄弟がそれぞれの目に映してる相手が自分じゃないっていう理由で別れを切り出し、まあ別れたりしてるっていう悲劇だなぁ。まあしかし、亮はちょっとダメですね、彼は。あんな風に彼女に寂しい思いをさせるぐらいじゃ人と付き合っちゃいけない。あー、複雑。何？逆だよ。どこで知った？紹介じゃなきゃ入れないぜ。当場のイベントだろ。スミオさんの知り合いか。おまわりじゃないだろうな。見えるか。ああ。地雷シーン入ってるからな。いいから早くしろよ。待ってろ、うるせえな。スミオさんの紹介。黒い男一人だけど。思ったよりチャラかった声が。急げよ、おい。はい？ OK？ あ、今下ろすから。あ、ほら。グルーヴでしょ、意識の解放は。お客よ。え？ほら、前払いで2,000円。これドリンクチケット。誰あいつ。知らない。なんだよあのファッション。漫画の世界じゃねえんだからよ。今時さ、やばいやつだよ。あんな男、勘弁。うちの店、分かってないね。勘違いしてくるなよ。どっかで噂聞いてきてるんだろ、どうせ。めっちゃかっこ悪いよ。最近のクラブって、完全ボーダーレスだね。なんかやだよ、あのベルトとか。長い？それさ、受け売りだって。こないだ、綾波の T シャツ着てるやついたぜ。うちに来んなよ、みたいなさ。テクノ、舐めてるよ。何も分かってないでしょ。ブリーチしてりゃいいってもんでもないのに。渋いやつ、減ったよな。みんな社会デビューしちまってさ。うちのサークルでまだ潜ってるの、私らだけだよ。みんな、どっかで割り切ってるって。でも、仕方ないだろ。どこかで帳尻をさ。社会なんて、無理感じるよ。何に寄り添いたいのかな。クレバーってこと？
そろそろ考えるべ、俺も。来週、知り合いのデザイン会社に行くんだよ。サトル、あんたフライング？約束したじゃん、ずっと地下潜るって。いつまでやってんのよ。チケット渡して、人のスタイル難癖つけてよ。負け犬だろ、それじゃ。私は許さないよ。自分だけ救い求めて、そんなんで通用するわけないよ。サトルには何の才能もないのよ。私が一番よく知ってるんだから。ジュンもさ、グルーヴを信じろよ。ハートにリズム刻んでるだろ。だから俺はやれる。信じられない、勝手にさ。恨めよ、一生。なあジュン、そんな沈むなよ。ジュン、おい。ジュン、沈黙かよ。モラトリアムですね。こういう街の片隅で若者のモラトリアムは。あっち行ってくれ、いいとこなんだよ。音が体に流れてる最中なんだ。すげえ楽しいよ。お前も楽しいだろ。うん、そうだよな。ぼーっとした感じ。一生このままでいいんだ。こんな気分を大事にしてこうよ。パステルの家に芝生のロールシャワー。家を買うんだ。この感覚好きだ。大敗的。この子話しかけられない。一人？横にいてもいい？うん、ナンパだ。返事しなくていいのよ。ここにいたいからいるだ。見てわからない？ここにいると自意識が活発になって、どんどん深みにはまっていくでしょ。でも一人で耐えられないこともある。だからね。そう、俺でよけりゃ。誰でもいいのよ。そう。ねえ、興味あるの？私に。あんまりない。嫌な男ね。でもいいわ、正直じゃないところが取り柄みたいだから。どういう意味だ？褒めてるのよ。私、人の長所見つけるの得意だから。あなたの魅力を探してあげたの。だから私はあなたに興味があるの。だからよ、優しくしてあげてるの。人との出会いは大切にしないといけないのよ。何を言ってる。後でまた会いましょう。私上にいるから。ねえ、名前は？どうして人に教える？だから興味があるの。私は弥生。教えるのが礼儀よ。
恥ずかしいの？リオ。結構いい名前ね。それじゃ、後で。やよい。ナンパされちゃった。涼は結構面白い性格をしてて、他人に自分の何が分かるとかって言いながらも、でもその寂しさに耐えきれないからこういうクラブとか人のいるところに来ちゃうっていう、そういう側面もあったりして。この二人もいずれ大人になる日が来るのか。やめろって、戻れなくなるぞ。もっとないの？持ってきてよ、探してさ。全然足りない。ジュン、天使が来ないよ。ゾンビばっかり。サトル、どうすんの？ジュン、頼むよ。お薬決めちゃってる系かな。現実逃避。変わっていく人って怖いですよね。ずっと一緒にいたけど、自分のそばから離れていってすごく遠くへ行ってしまうような、そういう感覚。トーバスミの話をしてる。特に10代から20代に変わるところとか、やっぱ学生から社会人になるってすごい大きな変化があって、それを受け入れるのもなかなか難しいですよね。面白い話してる。銃声がした。防空壕の不発弾が暴発したって噂。これはトワイライトに出てきたあの防空壕の爆発かな。ちょいちょいつながってる。同じ世界だってことを匂わせてくる。うちらの高校聞いた？なんかすごいことあったらしいよ。何それ、聞いたことない。なんかあったの？あんたのクラスって担任奥野だったでしょ？出た、奥野先生。あいつ生徒に手出して自殺させたって。いじめで騒がれたのは聞いたけど、そんな話あったの？同窓会やってないからね。それに関心ないし。でもひなの見たんでしょ？懐かしいね。クラブの合宿で明美たちは男子のところ行って、こっちは肝試ししてて。佐伯だっけ、花子さん見たんでしょ？謝礼なんなかったよ。佐伯たちお化け役だったんだけど、本物見て失神しちゃって、救急車呼んだからね。バカだったよね、あの頃ってさ。その後学校来なくなって。結構やばいことあったよね。確かに異様な雰囲気あったもんね、あの高校って。でも校舎新しくなったんだよ。新しい校長がデンマークの経営学導入して、すごい援助金集めたって。
そうそう、新聞で校舎見たよ。どっかの企業のハイテクビルみたい。あれ全部その校長来てからで、国立の進学率も上がってるって。偏差値も上がってるんだ。私らん時って50なかったでしょ。今73らしいよ。すごい。嘘、73ってすごいよ。一時は一連の事件で死亡率ガクンって減ったのにね。一人の力でそこまで変わるんだ。今ひなしろって言えばちょっとしたステータスなんだって。そうなんだ。変わるんだ、なんでも。ひなしろ高校 OG たち。やだー。すぐ、どういうこと。やだー。なんたるコケティッシュ。わかるかい、スコティッシュとは違うんだ。君の姿を肉眼、君の姿を肉眼で確認するたび神経接続、脳天直撃、メロメロメロリーン。なんどういう人、嬉しいんだ。ラブラブということだけは分かった。この街変わったよな。都会まで出る必要ないもんな。都市開発の波だろ。 GNP の高い住人呼び込まないと定着してくんねえから。だからってここまでやるか。近所の民家丸ごとなくなってまで。俺の思い出は形にないよ。風習はリサイクルされないからな。しょうがないだろ。その分活気が戻ったら。でも俺は良かったんだよ。別にここが都会にならなくても、便利にならなくても。こっちは困るよ。もっと住みやすくなんないと。もうやめようぜ。クラブでする会話じゃないだろ。そういや、優子たちどうした。黒人についてったぞ、さっき。え？お前、止めろよ。何考えてんだよ。変わっていく街の風景。母さん？ねえ、覚えてる？あたしだよ。高橋君香。高橋？どこの高橋だ。高校で同じクラスだった高橋。あんたすぐ辞めちゃったから覚えてないでしょ。さあ。もっと反応しなよ。せっかくの再会なんだから。もっと喜ぶとかさ。苦手なんだよ、勢いで襲うなってのは。え？ちょっとショック。火山のこと狙ってたんだよ、私。だから。デリカシーないね、あんた。慰めるとかできない。まあいいや、そういうキャラだろうし、火山って。で、何してんの？クラブ来る柄じゃないでしょ。干渉されないだろ、ここは。あんたは？私は人混みに埋もれたいのよ。耐えられないことばっかりだから。こんなところにでも来ないと。なんかね、辛くてさ。手が震えてるよ。うん、平気だよ。もう少しだから。もう少しで。高校の同級生だった。でも様子がおかしい。
そうだった、チケットをもらってたんだった。ジンベース、ウォッカベース、ラムベース、テキーラベース、ラム系、 XYZ、 大霧、スコーピオン、キューバリバー、キラーしてるんだならいいよ。ちなみに全然知らないお酒の名前でした直感で。いろんな人がこのクラブに来てるようですね。年代も生き方も考え方も。上の階はまた雰囲気が違う。ちょっと明るいですね。あ、弥生ちゃんだ。聖地だよここは。人の欲望が俺には見える。暗く光るシグナルのシャワー、寄せ人の巣窟、湿気が心も濡らす、気だるい老たちの汗、作られた重い空間、ジャングルから抜け出、ジャングルから抜け出世界、人工の美なんだよここは。それでもいいじゃないか。格式なんて無意味だ。弱いから継ぐ。脱却したいんだよ誰しも。ロマンチックに生きれればそうしたいもんだね。こういう会話がもうめっちゃかっこいいし、わかるって感じ。僕かっこいいね。お姉さんたちが可愛がってあげようか。一緒にパーティーかな。3人で相手してあげちゃう。本気にしないでよ。バカじゃないのあんた。からかわれてしまった。自分をもっと大事にするんだ。もう人混みの中に埋もれに来る、埋もれたい感覚も分かるな。遅かったね。そうか、そんなに経ってないだろ。待つの嫌いなの。すまなかった。いいよ、素直なんだね。ん？リョウってさ、もっと凍った人なのかと。普通だろ、変わった人間なんていない。先入観で見てた。もっとリョウのこと知りたくなったよ。いい感じだね、私たち。京子のこと忘れさせてあげる。なぜその名を。こっちよ。どういうことだ。どこだ弥生。やだー。スミオ、どうしてここにいる。興奮するな、深い意味はないよ。弥生はどこ行ったんだ。彼女は。弥生？君の女か。茶化すな。君もやっと京子への執着を無にすることができるのか。成長したようだ君も。ふざけるな。グルか、弥生と。弥生か、いい女だよ、スレンダーでね。あんたの考えていることは俺には理解できないよ。言ったろ、君に執着するって。気に入らなかったか。とてもムカつくよ。ありがたいことに神経が切れそうだ。殴るか、ボコボコにすればいい、気が済むのなら。いや、やめておくよ。俺の拳が哀れだから。そう、賢いね、なかなか。もう関係しないでくれ。お前のおもちゃは俺じゃないだろ。
弥生で満足していればいい。しかし弥生もなかなかまんざらではないよ。どうする？せっかくのパートナーだぞ。放っておいていいのか？バカな男だ。せっかくだが遠慮するよ。待てよ。リョウ、行かないで。貴様、私をスミオから助けて。ほら、彼女はこう言ってるよ。いいのか？君が助ければ。お願いリョウ、あなたの行動は問われるのよ。こんなにいい女なかなかいない。実を言うと僕も君には渡したくないんだよ。しかしね、君の歪んだ心を。くだらない芝居はやめろ。他人を巻き込むな。勝手にやってろ。お、問われる。寮は問われる。茶番と見て部屋を出るか、本当に助けを求めていると見て行くか。はっ、何の真似だ。鍵外せよ貴様ら。リョウ、どうして逃げるの？逃げる、逃げるだと。クソだこいつら。弥生、おいで。リョウ、あなたを思って、あなたのことを考えて、そうしたらこうなったの。愛おしいから。だから。なんだそれ。何をした、弥生。なんだよそれは。スミオ、しっかり見るんだ。リョウ、君には見なければならない義務がある。人を愛することができない君にはね。何をした。これはね、復讐なんだよ。素晴らしい芸術じゃないか弥生、よくやった。君のそのバイタリティには恐れ入るよ。弥生、なんだよ。何をした。君が僕にしたことに対しての復讐だよ。弥生の苦しみを分かってやれ。俺が貴様に何をした。分からないか。恨んだよ。けどね、筋じゃないと思った。君に対して責任を追及するのは。自分に何らかの欠落があるのかと悩んだよ。しかしサンプルを用いても僕に欠落はなかった。サンプルたちは僕を必死に愛してくれた。この弥生も含めてね。見てごらんよ、弥生はこんなに一生懸命に。許せないんだよ。だからこそ京子と君があまりに固い愛情を持つことに僕はどうすればいい。なあ、君にとって一番辛いことって何だ。それを考えたよ。京子と僕を苦しめておいて君はあまりに無邪気すぎたからね。こんなことは序の口だ。全くハレンチな兄弟だよ。無神経な人間は許さない。これ弥生、亮に見せてあげるんだ。見るんだ亮。亮、どうだった？あなたのためにしたのよねえ亮。スミオよりもあなたを選択する。
スミオのためにあなたを選択するから。そう、よく来てるんだ。確かによく見かけるね。嬉しい。東馬先輩、学校で有名だったでしょ。私、ファンクラブ入ってたんだよ。そう、そんなのあったんだ。バーリトゥードな世界になったよ。全くもって世紀末だ。ねえ、この後どっか行きません？僕なんかでいいの？飛ば、スミオ、やっと見つけた。やっとこれで。ねえ、誰その女？知ってる人？ん？何君？何か用？やっと見つけた。東馬スミオ。もらいものね。このくらいのことで失神するなんて。出勤もしてるし、なんだかあなたを見ていると切なくなってくる。あまりに弱すぎて愛しいくらい。もうあなたは私のもの。さまようことなんてないのよ。京子のことも全部私が吸収してあげる。寮のすべてを飲み込む。今にも壊れそう。そんなに辛い顔して。リョウ、あなたってこれからは安心していいのよ。さあ。リョウ、解放するの、すべてを。抑圧されたもの全部を。愛しているわ。あなたはスミオの代わり、私の奴隷。子供が泣いてるの。毎日夢に出てきて、かわいそうな子。許せない、絶対。あの、誰かと間違えてないかな。君のことおそらく知らないと思うんだけど、どこかで。このクラブであんたに騙されてついて。君が悪いよ、それは。しかもいちいち責任持てないよ。君も分かってるはずだよ。誰もがあなたのルールに縛られるわけでないのよ。今度は私のルールで罪を償ってもらう。削り落としてやる。いいだろう。また会いましょう。いえ、また会うことになるわ、きっと。もっとあなたを喜ばせてあげるからね。
なの？安心して。私が最後まで見ているから。あなたが魂の亡骸になるまで。黒焦げの死体になって、そして私はキスをするの。素敵な最後でしょ？私には、リョウがいるから。なんか落ち着きないね。見て空、雲がすっごく大きくて吸い込まれそう。あ、ほら、リョウも座りなよ。この瞬間がずっと続けばいいのに。リョウ、こっちに来てみなよ。早く早く。まだこんなに元気、短い命なの。だけどかわいそうだっていうのは人の欺瞞だよね。絶対私たちにはセミの気持ちなんてどんなに努力したって理解できるものじゃないから。だから何も感じちゃいけないんだよ。ただ眺めてるだけ。どうしたの？ぼーっとしちゃって変なの？ん？変なやつだな。ほーら、私ルミちゃんと話してるから。デリケートな会話なんだから。リョウは向こうで男同士で語り合ってんの。見てごらんよ、ここだけなんだよ、地平線が見えるのは。生を感じるだろう。この星の輪郭の一部が日常の雑念を平らに溶かしてくれる。星の生命はなんて雄大なんだ。僕らはこの感謝をつい忘れて雑居の中で何かに没頭してしまう。それこそ最も汚染されたことだと思わない？リョウ君、正直に生きていくのは確かに辛いことかもしれない。でもね、君はこの自然を目の当たりにして、それでもまだ偽ることはできるかい？僕はできないよ。僕は教えられた気がする。変えていくことが可能に感じる繊細なバランスさえも白々しく怯えの形でしかない。強くならなければならない。リョウ君、強さに臆してはいけないんだよ。君にはわかるはず。ダメだよ。あなたの笑顔が見たくてここに来たんだよ。何も心配することなんてないよ。未来はいつだって私たち味方してくれる。どんなことがあってもあなたを守ってゆくから。リョウ。情報量が多すぎて口を挟む隙もなかった。いや、しかしクレイジーですね。怖い
怖すぎる。一体あのVIPルームで何を見せられてしまったんだ、リオ。弥生、怖すぎる。怖すぎる女性だ。そして、スミオがクズすぎて。クズ多すぎて。焼身自殺の巻き添えに。クラブのお客さんたちがみんな外に逃げてます。あ。妹さんのルミ。この二人、さらに、トーバスミオと火山強子を交えたあの四人が、あんなに穏やかな時間を過ごせていたのかって、不思議な気持ちでね、でもあのすごく穏やかな地平線を望める、あんな穏やかな場所で語り合っていたあの時間、こそ本当夢のような。いいのよ。兄さんの口癖だったの。最近言い出して、最初はたちの悪い冗談だと思ってたけど、なんて言ってたんだ。死ぬって、もうじき俺は死ぬって。そう、いつ自分の最後を知ってたみたい。電話。ここ電話か。姉さん、今どこにいるんだ。スミオが、スミオがさっき。知ってる、こうなること。リョウ、あなたにも迷惑をかけると思うけど、ごめんね。私はもうダメ。逃げ切れそうにもないの。どこなんだ、そこ。何があったんだ。もうすぐ死ぬの。もう会えないよ、リョウと。何言ってるの。リョウ、あなたを深入りしちゃダメだからね。スミオは怖い人だから。何言ってんだ。スミオは死んだろ。この最後、火山強子さん、バイク事故は、前回プロローグのラスト、ミカちゃんがお家で見てたニュースの、あそこと繋がる。今回、無題は、火山強子最後の一日っていうことで、何が起きてたかっていう、そういう一日だったんですけど、まあ、得意な人間関係ですよ。トーバースミオさんは、なんかね、妹さんとかに、
死ぬことが分かってたみたいみたいなこと言われてましたけど、サンプルと称してですね、自分がこう京子さんに振り向いてもらえないから自分が無能なんじゃないかって思って、それでサンプルと称していろんな女の子とこう密な関係になって、で自分が無能じゃない、モテるんだっていうことを再確認 してたわけですよ。だからもういつ誰に刺されたり、ああいう昇進のああいうのに巻き込まれてもおかしくは ない状況だったから、そりゃ俺はもう間もなく死ぬっていう、もうそれ当たり前だろって私は突っ込みたい。まあそんな冗談はさておきですが、まあそんな怖い住吉が、まあそうですよね、自分の好きな相手にどうやっても振り向いてもらえない、だって好きな人には好きな人がいて、しかもそれが肉親っていうね、まあタブーを、タブー関係、まあ直接的にはそういう関係は成立はしてないけど、心で思い合ってて、それが何よりも強い結びつきになってて、自分がそこに入る隙もないみたいな、で住吉氏みたいなああいう自信満々タイプには答えるんでしょうね、ああいうのが。まあそれが原因してなのか、狂って狂って壊れてしまってた彼、まあ自己中心的ですね。しかもそれを押し付けてくる、まあ寮に絡んできてたのも、なんでお前なんかがっていう気持ちも あるんだろうし、まあ寮は寮でああいう他人を寄せつけない、そして独特な排他的な神聖なものだから、まあ話し合いとか相入れないっていうのは、まあ、仕方がないのかなと、なるべくしてなってしまったのかこの状況ってあれですけど、まあしかしこの寮はこのムーンライトシンドロームの物語、ミカちゃんが主人公ではあるんですけど、まあ、そこにもう一人の主人公でもないけど絡んでいく重要な人物なので、またですねこの今後彼の動向も見て、あの彼の動向も物語に絡んでくる、今後も登場するんですけど、まあ、ひとまず彼がどんな背景を抱えている人物なのかっていうのが今回描かれたのかなと。でそしてあのムーンライト全体が、まあ、どんな雰囲気のゲームなのかっていうのが、多分この無題かなり片鱗が詰め込まれてたんじゃないかなと思います。ご視聴にあたりましてはサイコホラーですので、もうこういう人の心の奥底にある狂気的な感情だとか、人が人に向けるもの、結構黒いものとかちょっと見てて気持ちのいいものじゃないものなんかも出てくるので、ご視聴に際しては本当に自分の精神状態とか体調を大事になさってください。どういうコメントなんだっていう。はい、ということでここまでご覧いただきましてありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。私ももうどんどん進めていくのが楽しみで楽しみで、収録がすごく楽しいです。まああのムービーとかカットシーンが多くて、あの口数は少なくなっちゃうかもしれませんけど、もうあくまでももうこのゲームの内包してるテーマをですね、感じていただくのがもう8割ぐらい。もうそれくらい本当、いろんなことを考えさせてくれる、自分の心の中に突き刺さってきて、言葉とか思いを引き出してくれる作品なので、味わっていただければなと思います。もう自分の好きなものはどんどん人にも伝えたくなって、ちゃうんで、はい、もしよろしければぜひ次回、そして次次回と最終回までお付き合いいただければと思います。はい、では以上マナトでございました。ありがとうございました。